ただいまより令和元年度学校法人穴吹学園専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ卒業証書授与式を執り行います。皆様ご起立願います。礼。国歌斉唱。カレッジ介護福祉学科アゲナショート。はい。レイ。卒業証書アゲナショート。平成11年10月3日生まれ。あなたは本校職業実践専門課程介護福祉学科の全課程を修めたので、ここに卒業証書を授与し、文部科学大臣告示に基づき専門誌教育社会福祉専門課程と称することを認める。令和2年3月6日学校法人穴吹学園専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ校長市橋英二。レイ。着席。呼ばれた学生はその場にご起立ください。理事長賞パティシエベーカリー学科井上穂乃香。はい。校長賞子ども保育学科知念浩樹。はい。一般財団法人職業キャリア財団賞介護福祉学科野田美希奈。穴吹学園同窓会日進会会長賞介護福祉学科チャン・ダン・イェン。はい。奨励賞介護福祉学科徳永彩香。はい。子ども保育学科川田明。はい。パティシエベーカリー学科松林玲奈。はい。皆勤賞
介護福祉学科松村優也。はい。パティシエベーカリー学科久米葉月。はい。パティシエベーカリー学科山下夢。はい。以上代表パティシエベーカリー学科井上穂乃香。はい。表彰状、理事長賞、専門学校アナプキパティシエ福祉会士、井上穂乃香殿。あなたは入学以来、日々勉学に励み、優秀な成績を収められました。よって、ここにその努力を称え、記念品を贈り、表彰いたします。令和2年3月2日、学校法人アナプキ学園、理事長、アナプキ大学代表です。おめでとうございます。校長式辞。式辞。日ごとに暖かさを増してくる日差しが芽吹き始めた草木の様子から確かな春の訪れが感じられる早春の本日、学校法人アナプキ学園高松旧校の令和元年度卒業証書授与の式典を挙行予定でありましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため健康安全面を最大限考慮し会場を変更し少人数で実施することをご理解くださいますようお願いを申し上げます。さて本日卒業証書を授与いたしました卒業生の皆さん、改めましてご卒業おめでとうございます。確かな専門知識や技術を身につけられめでたく本日卒業され、いよいよ社会人として活躍される時が来ましたこと、心からお喜び申し上げます。皆さんは日々の勉学、またさまざまな学校行事に参加し、人間性の錬磨に精進されました。ある時は友人に助けられ、またある時には保護者や先生方に導かれながらも、自分の努力の証である卒業証書を今日手にされます。このことを一つの大きな自信として、これからの人生をたくましく前進してください。今日のこの日は卒業と同時に社会へ巣立つ日でもあります。実は私のうちでは毎年4月にツバメの訪問があります。そしてしばらくするとその巣から可愛い顔を出し口を大きく開けた子供たちの鳴き声が家族を和ませてくれます。親鳥はその何匹もの子供たちのために毎日餌を取りに何回も何回も出かけます。そして子供たちがある程度育つと今度は飛び立つまでの飛行訓練を共に行います。生えば立て、立てば歩めの親心とはまさにこのことであります。そのツバメたちはその小さな体でなんと日本と東南アジアやオーストラリアの間4000キロを 渡っていくそうです。またそのスピードは平均時速は約50キロ、しかし
餌を取ったり天敵から逃れる際にはなんと時速200キロにも達すると言われております。皆さんもこれまで影になり日向になりしっかり支えてくださったご家族をはじめとする周りの方々に感謝をする日であると同時に新たな社会への挑戦の決意をする日でもあります。今まさに社会人としてのスタートラインに立たれた皆さん方の門出に際し激励の言葉を込め次の言葉でエールを送りたいと思います。それはなせばなる、己を信じ前へ進めです。一人一人がそれぞれに価値ある実り豊かな人生を自ら作り上げてください。そして人生の花を幾度も咲かせてください。先般リチウムイオン電池開発でノーベル化学賞を受賞され見事に大輪の花を咲かせられた吉野彰氏のメッセージの中に確かな目標と絶え間の努力があれば未来に可能性が生まれますと述べられました。またチャンスはたくさんある、目標を持って前へ進めばよいとの面でした。それはまさに我が穴吹学園創始者穴吹夏治先生が私たちに教えくださった校訓、日々これ前進の精神ではないでしょうか。もし今目標がなくても眼前にあることを精一杯頑張ることで目標も見えてくると思います。卒業生の皆さん、これからの人生、日々の努力を怠らず、ここぞという時にはそれまで積み重ねた技術、知識の財産を遺憾なく発揮することを忘れないでほしいと思います。そのためには個人の努力はもちろん、人生の先輩諸師から教わる姿勢をいつも崩さず、人とのつながりを大切にしてください。結びとなりますが、穴吹学園を選択された卒業生の皆さんの前途洋々たる未来に実り多かれと記念いたしまして、本日の式辞といたします。令和2年3月6日学校法人穴吹学園専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ並びに専門学校穴吹動物看護カレッジ校長市橋英二。校歌斉唱、卒業生並びに教職員一同起立。
福祉カレッジ卒業証書授与式を終了いたします。皆様、ご起立願います。